それではここからは総合討論となりますステージ上の皆様ご紹介いたします本日モデレーターは国立環境研究所の原沢秀夫理事にお務めいただきますどうぞよろしくお願いいたします<手>そしてパネリストの皆様ですここからのご登壇になります TBS 朝ちゃん気象キャスターの井田博子様 よろしくお願いいたしますお隣は国立環境研究所地域環境影響評価研究室の肘岡康明室長ですお願いいたしますお隣は環境省気候変動適応室の竹本昭雄室長です,ししすそして お隣のテーブルは先ほどご講演をいただきました皆様です埼玉県の小林様改めましてお願いいたしますお隣は農林水産省の足立様お願いいたしますお隣は国土交通省の中辺様そして NEC の堀之内様です 引き続きどうぞよろしくお願いいたしますさあそれでは原沢先生どうぞよろしくお願いいたしますどうも皆様こんにちは国立環境研究所の原沢と申しますあの総合討論にあたりまして司会進行の役を仰せつかりましたのでどうぞよろしくお願いいたしますすで、えー、に2つの特別講演と4つの報告特に適用の事例をお聞きいただきましたで先ほどちょっと確認したところ今日おいでの皆様はもうだいたい適用はご存知と いう方が多いという話がございますけれども、昨今の温暖化の影響ですとか、それに対してどう備えるかというのは今回の大きなテーマでございます。そういう意味で、パネラーの方々に講演、あるいは特別講演を踏まえて、さらに一つ進んだコメントをいただければと思います。できょのテーマは、気候変動にどう備えるか、まさに適応策でございますけれども、2つの質問に分けてございます。最初の質問テーマ1は 適用の普及啓発についてということで、まあ、適用といったような考え方をどうやって一般の方々に伝えていったらいいだろうかその中には科学的な知見の話もございますしだったら自分はどうやって取り組んでいったらいいんだろうか実践の話もございます、まあ、そういったテーマが1番目ですで2番目のテーマがです、ね、さらに一歩進めて、えー、昨年の11月には国の適用計画ができました で次は地域で適用を実践していく、そういったフェーズに入ってまいります。そうなってきますと、地域で、あるいは事業者がどういった形で適用を促進していくか、いわゆるその必要な情報とは何だろうか、あるいはその必要な人材はどうだろうかといったようなことを、2番目のテーマとして考えていきたいと思います。では、あの最初のテーマに参ります、適用の普及・啓発についてということで、井田さんにおいでいただいております。 えっと、今日も非常にお忙しい中をおいでいただいてあるのではないかと思いますし私も今日つくばを出るときには伊、えー、田さんのテレビをの予報を見ながらです、ね、来たということでありますのでいかにその気象がです、ね、我々の生活に密着に、えー え密接に関わっているということかと思います伊田さんにはですねあの気候変動温暖化の影響についてまあ、よくメディアに寄せられるご質問ですとか一般の方から求められている科学的な知見等を踏まえてですねご意見をいただけると思いますではあの伊田さんよろしくお願いいたしますはい、ありがとうございますあのここからの登壇になりました伊田博子と申します えー、3月までは NHK の夜の番組を担当しておりましたが4月からは「朝ちゃん」という TBS の番組を担当して今日も朝2時起きで台風情報を伝えてまいりました、えー、皆さんもちょっと台風情報気になっていると思うんですけれどもあのもう間もなく東北地方に上陸のおれがありますで 強い勢力でしかもまた大型になりまして強風域がかなり広くなりましたので、まあ、関東地方の皆さんもお帰りの頃もちょっと風が強い状況は残るかと思いますのでお気をつけてください。 で今あのお話しされたことですねでメディアによく寄せられる質問ということなんですけれどもあのやはり最近の多くなっている局地的な大雨ですとかそれから猛烈な暑さとかそれから勢力の強い台風っていうものが果たして地球温暖化と関係があるものなんですかとかそういう疑問質問はとても多くあります。 例えば今年に関しては台風7号11号9号と、えー、北海道に3つしかも1週間のうちに3つ上陸したんですけれどもこれって地球温暖化のせいなんですかとかそういうことは寄せられるわけですねであの。やはり皆さんの感覚として台風は北上するとともにだんだんと、まあ、温帯低気圧化して台風ではなくなるっていうイメージなのにやっぱり台風として北海道に上陸するっていうことはこれは地球温暖化の影響なんではないかとか。 それから8月に入っても結構各地で記録的短時間大雨情報という数年に一度しかないような雨が各地で記録されたんですけれどもこういうことも温暖化によるものなんですかということをよく聞かれます。答える側として大事なことというのはどこからどこまでが地球温暖化の影響なのかということを明確にお伝えすることかなと思ってます。 あの当然です、ね、その地球温暖化との因果関係というのは地球温暖化というのはすごく長期的なものなのですぐにそれが関係あるとかないとかというのはすごく難しいと思うんですけれども何でもかんでもこれは地球温暖化であるとかもしくはそんなこと全然関係ないとか全否定するというすごくそういうふうに二極化するのは良くないと思っていまして分かりやすくその危機感を伝えるということが私の務めかなと思ってます。 あのそういう記録的な大雨とかあの北海道の台風とかについてもやはり全体のベースの気温が上がっているということと、まあ、大気中の水蒸気量がまあ多くなることですとか、まあ、皆さんのお話の中でも海面水温が上がっているという話もありましたけれどもやっぱりその複数の影響でやっぱり温暖化に関してその背景の,その一因でありますよということはあの私としてもそう思いますしそういうふうにあの意見は申し上げます。 ただ異常気象っていうものとしては、まあ、気象庁の定義として30年に一度発生するものっていう定義があるるんですすねで30年に1度発生するものが異常気象であってこれは地球温暖化というよりはその自然の現象の中で30年に一度はあるとそれが異常気象ということになりますがただその異常気象の 基盤がま少しずれると言いますか、ま温暖化によってその異常気象の頻度が上がったり、その確率が増したりとか、その時代の強度が増していくっていうことはあるので、そういうことをちゃんと伝えてあげるというのがいいのかなと思います。ま最近はその地球温暖化についてま何でもかんでもそのま会議派と言いますか、もう否定するっていう。 人たちは結構減ってきていてそれは皆さんの感覚の中でもやっぱりなんか地球の中の影響があるかもしれないということを肌で感じられているからかなと思うんですけれどもやっぱりその環境番組ですとかそういう温暖化っていうものをニュースの中で取り上げたりするとツイッターとかそういうブログの中では温暖化とか CO 2が原因っていうのは嘘であるとかそういうことを言う方はまだまだあのいらっしゃるという印象ですが少なくなってきたかなと思います。 あとご,ご意見として、まあ、私がメディアの中でというよりはその講演会で温暖化の話とかをするとやっぱりその寒冷化でまたあの地球が気温が低い時が来てそんな地球温暖化は大丈夫じゃないかとか、まあ、太陽活動の一環で気温が上がってるんじゃないかとか、まあ、実際に影響は少ないのにそういった宇宙的な変動の動きっていうことについて ま、答う人っていうのもままだまだいらっしゃるというような印象です。まあ、とにかくあのまとめとしては大事なのはどこからどこまでが地球温暖化で、その危機感ということをきちんとメディアとしては伝えるべきというふうに思っています。はい、どうもありがとうございます。非常にあの分かりやすい説明であの感銘を受けました。あ,あ、私ども研究者はですね、ついつい科学的な知見となると I P C C の報告書を引っ張ってきて。 これこれここう言ってるっていうことをつい言ってしまうんですけども、やっぱり分かりやすく危機感を伝える、多分それが情報提供の一つのポイントかと思いました。では続きまして、環境省のですね、適用のまさに担当であります、竹本室長に話題提供していただきたいと思いますじゃあ室長よろししくお願いいたします。 はいえそれではあの話題提供させていただきます。あのご紹介いたしましたのはあの本日あのご出席いただきました皆様にですねあの事前にアンケートを取らせていただいたその結果をまとめたものでございます。はい、続きお願いいしますはい、えであの 参加者429名ということであの大変多くの方にですねあのこういった天候の悪い中ご出席いただきまして年齢構成もですね大変あのバランスが取れておりましてあの若い方からあの年配の方あの皆様あの大変ご関心が高いのではないかということが推測できます。で次お願いしますそれであの参加申し 公のの方々の業種職種につきましても、えーまあ、例えばあのその建設業、製造業、まあ、情報通信、サービス業、まあ、あるいは公務等々、非常にさまざまな方がご参加されております、また職種に関しても、まあ、研究者から事務職、あるいはその公務員ということであの、これについてもさまざまな方がご参加されているということであります。 で次お願いしますそれで、あのーまあ、いくつかあのご質問させていただきましたけれども、気候変動影響はすでに表れていると思いますかという質問に対しては、96.4%、まあ、ほとんどすべての方があそのようにご回答されています。それで、えー、じゃあ、どのような気候変動がすでに現れていると感じますかという質問に対して、あの複数回答をいただいております。あのここにご覧いただきますと夏のの猛暑冬の暖冬 えー、極端な豪雨の増加があ8割以上ということで、大変あのほとんどの方がその感じているという回答をいただいております。えー、まあ、その他、渇水の増加、台風の強大化、海面上昇などなどえー、まんべんなく。その。 ご回答いただいているところでございます。まあ、その他といたしましては、農、えー、林水産物への影響、動植物、産後の発火現象、あるいは季節の変わり方の変化などなど、えー、ご回答いただいております。で、つ次お願いいたします。 こちらはですねどの分野の影響や適用策の情報に興味がありますかということでございまして、えー、まあ農林水産分野、水環境、水資源自然生態系、災害分野、まんべんなくですね6割前後の方がご関心があるというふうにお答えいただいておりますはいいい、えー、次お願いいたします。 それであのこれはですねあの皆様に対するアンケート結果ではございませんがあのまあ今回当然あの 適用のことをご存知でまあ、関心のある方がご出席し,していただいておりますのであの比較するためにですね、えー、平成26年の11月に環境省の方で実施いたしましたアンケート結果これも合わせてご紹介しいたしますこちらあの15歳以上の男女1万人を対象にウェブバンクへと行ったものでございますけれどもここでもですねまあ、あの気候変動の影響がすでに現れていると思いますかという質問に対してはあの強くそう思うどちらかといえばそう 思うにつきましては、あの合計は90%を超えていると、でそのその内容についても、ですね夏の猛暑、豪雨、台風の強大化とについて、えー、数字が多くなっているということ、えー、またあと将来については、ですね台風の強大化、海面上昇などに、になどそういったその異常,異常気象に関してのですね、えー、ご懸念が多かったということであります。 また影響に関しては農林水産業、水産業、まあ、あるいはその土砂崩れなどの産地災害に、まあ、当時ですね調査をした時には大変高いその関心が寄せられております、まあ、そういった結果が出ておりまして、まあ、まとめて言いますとああのまあ、今回のそのご出席者の方々のですね意識と別途行った結果というのはそれほど違いがないのではないかなというふうに考えております。で他方ですねあの 適用とその影響をどう対処するかという適用ということに関してはあの別のまあ報道等によればですねそれほどそのあの 適用という言葉をご存じない方もかなりいらっしゃるということのようでございまして、わ、ま、れ、あ、我々としては、こういったその温暖化の影響に、まずご理解をいただくということと、併せて適用という対策についてもですねしっかり国民の方々にですね理解を深めていくという努力が必要かなというふうに考えておりますそれであのこちら次よろししくお願いします。 それであの次はですね気候変動適用情報プラットフォーム、まあ、今回の,そのイベントのテーマでございますけれども、このプラットフォームに対する要望を皆様にお聞きしましたところ、まあ、以下のようになりました。まずはその発信する情報に関するご要望としましては、気候変動の影響や課題、それに対する具体的な適用策の例を一般市民にも分かりやすい説明で発信してほしい。 それから全国の自治体、民間企業の参考になるような適用の取り組みに関する有料事例を発信してほしいということですとか、地域レベルの情報の整備、またその自治体の取り組み、またさらに個人として取り組むことができる対策に関する情報、また他国の取り組み。 でで世界に対して情報発信をしてい、えー、って行ってほしいということで非常にさまざ、あ、まなあその関連する情報についてのお情報収集なり発信について、えー、期待が高いということが分かりましたまたあのその他仕組み等に関するご要望といたしましてはです、ね、関係機関や自治体企業一般市民を積極的に巻き込む仕組み、まあ、単に提供するだけではなくってあのしっかりこう取り組んでいく。ああのえー そういったこういったステークホルダーの方々をしっかり巻き込んでいく、こういう仕組みを期待しているということですとか、産,官産学館や異業種が交流する場、情報交換をする場、こういったその場をで提供してほしいといったご意見がありました。以上でごござざいいいまますはい、どううもありががとうございました今日参加されてる方が あの興味はです、ね、非常にやっぱ幅広の分野でもう温暖化が出ているので、まあ、そういった分野に非常に関心が高いということと,、えー、と先ほどあの室長の方でいろいろお話がありましたけれどもやはりその情報に対する、えー、ニーズといいますか、えーまあ、こういった情報欲しいというのがかなり幅広になってきているのではないかと思います、まあ、それだけ、えー、具体的にその温暖化の影響を肌身で感じているという、まあ、証ではないかと思います。で今日の,、まああのテーマはですね 適応情報プラットフォームということで話題提供の3番目にでは具体的にどんなポータルサイトを作ったかということでこのポータルサイトの担当であります国立環境研の肘岡室長にプレゼンをお願いしたいと思いますではよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございますこの適応気候変動適応情報プラットフォームというのはです、ね、あの昨日、えー、とオープンしたわけですけれども、えー、とまあ オープンしたばかりなんでですすにたくさんの要望が来ているというころでドキドキしていますけれども、えっとこの、今日ここに示すこの今映っておりますのがこのプラットフォームの,あのフロントページとなります。メニューとしましては、この上の方にですに、ね、気候変動の影響の適用,とは適用計画等とありますけれども、この最初のページにはです、ねまあ、ニュース。 例えば今日のこのシンポジウム、開催されたもの、さらにはこの開催したです、ね、このシンポジウムの,あの資料等もです、ね、こ,こ,この部分からアクセスして、ダウンロードすることが可能となっております。さらにその動画ですね、ここに伊田さんいらっしゃいますけれども、あの環境省ので作っているです、ね、この動画等もです、ね、こういうこのフロントページからアクセスして、皆さん見ていただけるように作っております。 それでは個別のメニューをご紹介しますけれども、やはり今日来ていただいた皆さんは、すね、適応への適用という言葉をですね、すんなり理解していただけると思いますけれども、そもそも適用とは何ですかという方に対してですね、まあ、影響がどう生じていて、将来どういう影響が起きるのか、やはり緩和と適用、私もいろんなところでお話しするときに、やはり緩和が一番大事だと、しかしそれでも防げない影響に対して適用が重要だということで、このように積本的な図を載せておりまして、さらにはその適用の例、 先ほどのご要望にもありましたけれども、まだここには2つしか載せておりませんけれども、こういうふうにですね日本においても、例えばその適用という形でですね上げるような例をここに示しております、こういうところも今後、充実させていきたいと思っております。そして今日前半部でですねその非常に何度もこのご紹介ありました、適用計画、国の適用計画もですね、 おそらくそのちょっと手に取ってみられた方だとかそのホームページからダウンロードされた方もいらっしゃると思いますけれどもなかなかちょっとこう字も多くて分厚くてですね中見づらいと思いますけれどもこれも少しわかりやすくですねこちらの方に示しております適用契約はもちろん国だけではなくて地方公共団体の方でもですねかなりのところで出されておりますこの7ブロックにおいてどこの県でどのえっと都道府県に来ているかを整理しておりますけれども例えば九州地区におきましてはこの 長崎県、この時期に等々、ね、適用契約というものを、まあ、位置づけていると、もちろんその都道府県において濃淡はありますけれども適用は重要だということがです、ね、広く認識されてきております。次にこの分野別の影響、適用ですけれどもこの部分に関しましてはね、今日何度もこの図がありましてその深刻度だとかです、ね、その緊急度というのがありましたがなかなか1つぱっと見せられても分かりづらいと思いましたのでその分野別に分けてです、ね、どういう影響があるのかと。 まあそれに対して、その影響の中もですね、農業の中でも農業生産、水と火事といろいろ分かれますのでこういうところを分けて示してですね、その深刻度、現在の影響はどういうものがあるのか将来の影響はどういうものがあるのかと。これはあの適用契約の中に書かれているわけですけれどもなかなかそれを全部読むのが難しいと思いましたのでまあ皆さん、簡単にアクセスできるようにですね、整理し直してみました。もちろんこのどういうふういふに判断したのかと。 いうことも書,か書いておりますし、その考え方というのも書いておりますので、ですね、まあ、皆さん、簡単にホームページ、このまあプラットフォームにアクセスしていただいたり、パソコンとか、ですねそのスマホから見ていただけるようにしております。じゃあ、実際にじゃあ適用するにはどうすればいいのか、今、3つにですね分類して準備しました、一つは地方公共団体の方に対するものと、次事業,事業者の方、そして個人の方です。 時間が足りなくてです、ねまあ、事業者の方に対してどのような情報を発信するかというところが全くできておりませんで、ね、工事中なんですけれども例えば地方公共団体の方にはですねやはりその実際、適応策ど,ういうどこから手をつけていけばいいのかとどういう手順でやるべきなのかということに関しましてもです、ね、あの環境省で作られたこのガイドラインというものをです、ね、そこに挙げております。 これもう少しですね今はそのガイドラインがダウンロードできるように、まあ、8つのステップというものをですねこのように図にしてますけれどももう少しこの内容もですねこう,うまく使えるようにこう工夫していこうと今考えているところですじゃあ個人我々じゃあ一般市民として何ができるのかこれに関しましてはですねいろんな省庁からご協力いただきまして その例えば今日もいろんな分野のです、ね、話題がありましたけれども活、まあ、水洪水、そのデング熱その熱中症いろいろありますけれどもじゃあ無駄的にどうすればいいのか実はこういうです、ね、動画がもうすでに作られているわけです。こういうものをです、ね、あの国土交通,省交通省さんとかです、ねまあ、環境省さんからいろいろいただいてアクセスできるようにしておりますのでこういうところもぜひです、ね、皆さん自分で学ぶのもそうですしど,どちらかでお話しする時もそうですしこういう動画非常に分かりやすくなっておりますのでぜひご活用いただければと思います。 全国都道府県情報というのは後ほどまたご説明しますけれどもやはりあの先ほど前半でですねその埼玉県さんのほうがまあ推進士の S の4という成果でですね、まあ、気候変動の適用に取り組み始めたということがありましたけれども、まあ、その次の S の8という成果でですね、まあ、全国の影響であったり県別の影響とも整理しましたこういうものもですね今までは依頼されて例えば A 県さんがちょっとこのデータを出してもらえないかと言われたらそれに対してまあ ちょっとテーマをかけて準備してですねそれをお送りするという形だったんですけれどもそうするとですねなかなかそのニーズに対してなんかすぐに対応できませんしちょっと気軽に見てみたいということも対応できませんので今はですねこ,の、まあ、これは日本地図ですけれどもこちらの方はその気象庁さんからご提供いただいた過去から現在どう変わっているのかじゃ将来気温はどうシナリオ別に変わるのかさらにはですねこの,、A、そのまあ地図もですねつけることによって。 まあ日本の中でどちらの方がどれぐらい暑くなるのかということも見やすくなっておりますし影響部分におきましても例えば米の収量品質を重視したらどうなるんだろうと全国で見ると RCP8.5 と言われる非常に暑くなるケースにおいてはまあその収量下がっていくとじゃあその収量下がるのをどう地図で見たらどうなるのかそうするとこう真っ赤っかだとこれは収量が今よりも半分以下になるところは非常に増えるとその東北とかですね北海道は勝ち組だと言われておいても 非常に気温が上がるケースにおいてはなかなかです、ね、容易ではないと非常に深刻なダメージが起きるだろうということもこういうことも示されているとこれがです、ね、あの今はこの全国のですけれども例えば北海道北海道においても今のようなものが見えるということがここに示せますこのようにです、ね、その各自治体の方がです、ね、自分たちの県将来どうなってしまうのか そのシナリオということに関してもです、ね、いくつか説明書いておりますしこのようにその影響の項目に関してもどういうことをどういうふうに評価をしたのかということを書いておりますのでこのようにです、ね、まず、まあ、とっかかりとしてです、ね、自分たちの県においてどのような項目でどういう影響が生じるのかということもです、ね、見られるようにしております。 あと海外情報はですね、まだちょっとすみません、十分にですねちょっと情報を集められておりませんで、その世界適用ネットワークの GAN とかですね、アジア太平洋地域適用ネットワークのアパンという活動を紹介するにとどまっておりますが、今後はですね、やはりその各国の事例、ここにもありましたけれども、他国の適用に関する取り組み事例も発信しておりますので、ちょっと増やしていきたいと思っております。 で最後にツールですけれどもここもですね実際ならばその自治体の方例えば事業者の方個人の方がどのように適用を進めていけばいいのかっていうそれに支援するようなツーンがあるかと思うんですけれども今回ですねまだそこまで作れ,作れなかったもので適用計画の一つ前のですね、意見具心の時につ使ったですね、その文献というものを整理しましたよくですね影響評価とかすでに起きている影響ど,どのですね、情報に基づいているのかって結構実際の方から問い合わせがあるんですけれどもそのものに対してですねこのまでも このえと文献のつところからですね、スイートとか野菜において、どういう、まあ、文献を続けるか、これは読んでいただくとです、ね、じゃあ、実際にはどういう問題があるのかっていうのがよく分かってくると思います。最後にですね、そのやはりその一般的なホームページというのは、やはり一方向にです、ね、情報をただこう押しつけてしまうことがあるんですけども、今回はまあプラットフォームということで、お問い合わせのフォームを作りました。 ここはですねそのいろんな質問、もちろんそすべての質問に対して答えるかわかりませんけれども、できるだけです、ね、いただいた質問に対して、われわれスタッフの方でも回答する、もちろんいろんな専門家にまあご協力いただきながら回答するとともに、ですね、まあ、いただいたものをこのプラットフォームにアップすることで、あこういうことは、この中身はこうなっているんなとかあ、同じような質問に対しては、もうすでに答えがあるんだなという形で、ですね、えっと、できるだけ情報を詰めて、分かりやすく発信していきたいと考えております、以上ですはいどうもありがとうございました。あのー 昨日ですが、あの2時に記者発表をしまして、同時にあのプラットフォームにアクセスができるようになったということで、もうすでにアクセスされた方もいらっしゃるんじゃないかと思います。まあ、こういったものを今あ、作っているということであります。で先ほどの講演では、農水省、国交省、もうすでに省としての、えー、適用計画を作っておりますので、えーまあ、今回の講演はです、ね、それぞれの農林水産分野ですとか、 水災害分野における適用について、情報提供も含めて、いろいろご苦労されてきているのではないかと思います。で、まあ、話題提供、3つの話題提供を踏まえまして、まず最初に農水省の足立さんに、ですね農林水産分野における科学的知見の充実ですとか、適用策の推進について、講演に加えて、ご意見がございましたら、お願いいたします。 えっと、ただいまご紹介いただきました、私と申します、えっとまあ、あの科学的知見の充実とかです、ねえー、適応策の関係、コメントする前にです、ねあの、先ほど井田さんから、二次起きだというところで、非常に私も忙しいと自分で思っていながらも、それ以上の,あのお忙しい方がいらっしゃるということで、あの頭の上がらない思いです <laughs> 私もちょっと昨日ですねあの普段こういったことやらないものですから。 興奮してまだに,に,にじねという形で <laughs> といますみません、ちょっと余談になりましたけれどもあの、農林水産分野におけるですね科学的知見の充実や、えー、適応策の推進について、まあ、現在の取り組みと、あとはその今後の方向性などについて、まあ、あのうちの組織としての考え、私の考えと、ちょっと総合的な話になりますけれども、おコメントしたいと思います。まずあの現在行っていることですけども 政府全体の動きに合わせまして、先ほども説明ありました通りその適用計画、農林水産省としての適用計画、これ、ほぼセットの状態で、政府全体の方に入っておりますけれども、そういったものに沿った形で、ですね国のプロジェクトとして、農林水産分野で実施しております、あとはですねプロジェクト自体に普及機関などを入れてです、ね、できるだけ普及しやすい研究開発に取り組んでおります。 あとは先ほども説明しましたとおり、成果発表ですとか、ホームページへの公表など、まだまだ皆さん、認知度が低いかもしれませんけど、そういった形で、成果の見える化というものをできるだけ図っておりますで、今回のプラットフォームもいい機会なので、そういったところに一緒になってですね、できるだけ農業者さんも含めて、そういった情報が普及するように望んでおります。あとはですね 先ほどの説明の中にもありましたけれども、えー、農林水産省としての適用計画を踏まえまして、えー、農林水産部屋における地域のです、ね、取り組みを支援するために、えー、地域の適用計画、調査分析事業という形で、えーまあ、将来展望といいますか、もう少し細かいです、ねえー、詳細な、あのー、地域での状況に貢献できるような事業を3カ年で実施しております。 で本事業はですね各地域がどの時点でどのような適用策の取り組む必要があるかを、まあ、あの例えば都道府県とか農業者さんが自ら判断するための情報となるように、えー、知見を集積して地域の取り組みを促進していきたいというような取り組みを行っていますあとはですねあの地域の現状の把握やですね話し合いというものを適宜行ってまして、まあ、うちの局もそうですけども 生産局とかそういったところも可能な限り都道府県とか普及遺産とかそういったところのできるだけ現場に近いですねご意見等を伺ったりして施策に反映しておりますあと続きましてですね今後必要と思われることなんですけども国と研究機関あとは地方自治体のこういったその気候変動に対するですね部署の機能強化といったものが必要かと。 個人的に思ってます、えー、あとはです、ね、例えば政府兼、県、えー、J さんとか、まあ、農業分野ですけども、あと民間、えー、農業者さんが必要に応じて連携を図りつつです、ねえー、またそれぞれの役目、役割分担もありますので、そういったものを果たしていくことが重要と考えています。あとはです、ね、えーまあ、これらの,その効果を最大限に引き出すのもです、ねえー、今回のプラットフォームの重要な役目と思いますので、 いうようよなツールと私自身考えておりますであとうちの農林水産省としては、ですね、えー、適用策が農業者さんがいつ,いつでもですね使えるような状態にすることが重要であると思います、またですね、えー、情報や種種の要因変化が複合的に関連することにより、まあ、先ほどもずっと話してありますけど、不確実性というものもありますので、えー、農業者さんが自ら判断で柔軟に対応できるようバリエーションを揃えるべきと。 持っておりま,すまたパターン化した固定的な情報提供は個人的には避けるべきと思っておりますあと適用品種のスライドの中でも説明させていただいたんですけども高温耐性品種ですとかそういったものの普及っていうものはですね、えー、マーケットの関係もありますんで高温耐性だけじゃなくて、えー、食味とかですね病害虫抵抗性あとは東北抵抗倒れにくい昨今その台風とかで非常にもうあのー 私の地元の方もあの水道倒れてますけど、そういった東北抵抗性など複数の有料ケースを合わせ、持つような魅力のある品素材を開発することが市場競争を激しいことから、場合によっては、えー、またマーケットの構造変化などもやっぱり必要と思ってます。まあ、それに合わせるような形で、えー、適用品種を考えていかなきゃいけないかなと思っております。あの短いですが、以上になります。 どううもありがとうございました、まあ、農林水産分野はあの比較的影響、評価、あるいは適応策については進んだ分野かと思います、いろいろなあのまあ今後の方向性などについてコメントをいただきました、で引き継ぎまして水災害分野ということで、すでにご講演をいただいておりますけれども、国交省の中込さんにえ、はい、お願いしたいと思います、はい、よろしくお願いいたします私はあの台風、今日来てたんですけれども、通常通り7時起きでございまして。 あのちょっと失敗したなと思ったのはあのえっと通常通り NHK を見てしまいまして <laughs> TBS を見なくちゃいけないかなという,ふうに思っておるんですけれどもえっと今、司会の方からあの水災害分野における科学的知見の充実とか適応策の推進現在の取り組み、今後の方向性という話なんですけれどもあの先ほど15分ちょいえかけてしゃべらせていただいてあのそこでしゃべったやつに加えてちょっとだけあのあのパワーポイントあの さっきき説明できなかったちょっと紹介をもう少しだけさせていただこうかなと思っておりましてあの情報提供、今日プラットフォームのシンポジウムということでやはり情報コンテンツの充実というのが非常に重要かなというふうに思っておりましてあの国土交通省あのハザードマップあのハザードマップという言葉自体はすごく認知度が上がってきたかなというふうに思ってるんですけれどもあの中身のその認知度は多分この辺、中にいられる方でもハザードマップ自分のうちでです、ね、見たことない人も 多分いると思いますきっと <laughs> 思ってるんですけれどもあのそれをしっかりやっていきたいということで国土交通省でもあのハザードマップのポータルサイトになるものを作っておりまして、えっと、こういうものもです、ね、今後あの、えっと、今回のプラットフォームとリンケージを図っていくというのも一つ,一つなのかなという,ふうに思っておりますあのハザードマップはの水害だけじゃなくて土砂であるとかあるいは津波であるとか高潮であるとかいろんなやつあるんですね でこれをうまく見せるというのはすごく難しくて、えっと、重ねるハザードマップということで重ね合わせられることができるであるとか、あるいはわがまちハザードマップということで、各市町村ごとに作っておるんで、全国で言ったらものすごい量あるんですね、でこれをちゃんと見れるようなあのポータルサイトっていうのを作ってますんで、うまくあのプラットフォームとの連携できたらいいかなというふうに思っております。次、え、次、っと、次お願いします次お願願いいししまますすもう一つ あともう一つ、えっと、浸水ナビなるコンテンツも用意しておりまして、えっと、こちらの方はハザードマップに非常に近しいんですけれどもあの地図上のある地点をクリックするとあのそこの人のハザードっていうかリスクがどうなのかっていうのが分かるということでもう一枚クリックしてもらえると,、えっとハザードマップちょっと分かりづらいんですけどあの絵に色が塗ってあるようなやつなんですけれども、えっと、これも誤解されているところが多々あって。えー 大雨降ったらばこういうふうにこう浸水するんじゃないのかっていうふうに思われている方が結構いるんですけれども、えっと、実はハザードマップっていうのは重ね合わせもともとのやつも重ね合わせでして去年の鬼怒川台風みたいにどっかの地点でもって堤防が壊れるとぶわっと広がるんですね下流に向かって広がっていくんですけども上流側は助かるんですねでどこが発裂するかわからないんでいろんなところを、えっと、なんつうかな、ね、堤防を決壊させてその 浸水エリアを重ね合わせて地図に載せてるということなんですね。で、えっとある地点指定地点って書いてあるんであそこをクリックするとじゃあその家はどこの堤防がやられるときにうちどんだけ浸かるのっていうのがわかるような形。 それからあとは上かにちょっと三角重視ありますけれどもえ水位観測所で水位を測ってますこの水位の情報ってものすごく大事な情報、えっと、どこの水位観測所の水位を見たらいいのか自分の位置はそのその水位観測所とどういう位置関係にあるのかっていうのもできればこういうものでもって勉強してもらえると非常にいいのかな,いいのかなというふうに思っております。い、えっと、いずれにしてもこうううようなコンテンテツを分かりやすく 伝えていくっていうのはものすごく難しい話と思って、まあ今後もがんがんっていきたいと思ってますし、それからあとはいろんなところで情報提供させていただくと、プラットフォームもそのうちの一つなのかなというふうに思っている次第でございます。以上です。はい、どうもありがとうございます。ハザードマップ非常に重要なコンテンツになってきてるかと思います。えっとシナリオにはないんですけど、えっとまあ話題提供あるいはあのえっと農水省国交省の方のコメントを聞いて、伊田さんにちょっとこの段階でわ、えー、かりやすく伝える まあノウハウと言いますか、ポイントがあれば、ちょっと教えていただきたいんですけど。はい、ノウハウですね、えっ、ー、と、すごく難しくて。 やはりその記録的なとか経験にない大雨とかそういうものをやっぱり頻発していくと皆さんそれに慣れてしまってその危機感が薄れるということがありますそういう言葉の力というのも初め使った時はすごくインパクトがあって伝わるんですけれどもそれが2度3度繰り返された時にまあそうではなくなって人は慣れてしまうということがあります。 あのまあ、危機感を分かりやすく伝えることっていうのと、まあ、報道としてあおることっていうのはまあ全く別なことで例えばそのゲリラ豪雨みたいなことは、まあ、キャッチな言葉ではありますけれどもそれをこう頻繁に使ってまあ伝えるっていうことは違うのかなと思いますしやっぱり今起きていることっていうことをあおることなくしかしその伝わる言葉っていうのはあの本当に私も日々 悩んでおります。はい。どうもありがとうございました。あのえっと今のえっとコメント重々あの理解しつつポータルサイトの構築にあの邁進していきたいと思います。えっとそれではあのえっと引き続きましてあのテーマ二ということで、えー、まあ計画ができましたから次は実行に移るわけですが。 あの温暖化の影響は特に地域性が強いものであります。ですから地域あるいは地域の方々あるいは事業者の方々がどう適応に取り組んでいくかってこのは大事な視点になるかと思います。でポータルサイトにおきましてもこういった地域あるいは事業者 の方々の助けになるような情報も集めているということで、最初に、肘岡さんから自治体向けのサイトから得られる情報とはということで、またポートのサイトを使いながら、ちょっとご説明をお願いいたし先ほどの繰り返しいくつかなりますけれども、まず気候変動の影響適用しようというところに、まあ、地方、国境、団体の皆様へという部分が1つありますこここあのの先ほどのガイイドラインとということになります。 もう1点はです、ね、この全国都道府県情報、これは先ほど北海道の地図もお見せしましたけれども、これは40の都道府県ですね、いろんなその指標が、影響の項目が入っております。もちろん年、ね、平均気温、年降水量を加えまして、この農林水産業、自然生態系、自然災害等々ですね、こういうまあ影響の項目が入っておりますので、これは各自治体の方に使っていただけると思います。 もう一点特徴的なことがあるんですけれどもこの地方公共団体の適用情報というものもですね、各自治体の方にこれは許可をいただきましてこのように整理することができましたなので,です、ね、その各自治体の方はです、ね、自分たちが今どういうことで取り組んでいるのかということをある程度こうご認識いただいているとさらにはですね、じゃあ隣の県が何しているのかじゃあ具体的にどういう項目で自分たちがじゃあ適ゃを行用のか。 ま取り組んでいて、さらにどう取り組んでいこうかということをですね、この自治体レベルであの比較したり、まあ、情報を集めるということがです、ね、非常に容易になっております。これは多分ここにしかないような情報だと思います。最後ですけれども、あともう一つですね、その地方公共団体の方はですね、このプラットフォームにご連絡いただければですね、その会員ページ等のを作っておりますので、その中でですね、その情報交情報交換をしていただきたいと考えております。 この環境省の,その支援事業でその11団体がですねそのまあ適用を推進するためにということでまあいろんなそのその取り組みをしていただいたんですけどもなかなかそれをですね全てオープンにすることはできないという状況もありましてじゃあしかしながらですねまあ同じその自治体の仲間であればですねまあ自分たちの苦しんでいることうまくいっているところこういうところの課題が残っているところをまあ共有するということもまあ可能だということもありましたのでもしご興味があればですね我々のこのプラットフォームにご連絡いただきましたらこのまあ会員専用のページをですね の ID とかパスワードをまあその出しさせていただきますのでもうそ,のその中でですねいろんな情報をですねやり取りしていただくということも想定をしておりりまますすす以上ですはいいありがとうございます、えっと、それではですね環境省の竹本室長に、まあ、竹本室長の方はまはあ、国際的にもいろいろな取り組みについて情報収集していらっしゃいまして特にヨーロッパですとかアメリカはこういった情報データベースですとかプラットフォームを作るのがうまいんですよね。 まあそういう意味で非常に参考になることも多いかと思いますので、まあそれについて一言ご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、あの国際的なまあ情報収集してまあ共有するってまあ非常に重要だと思っておりまして、まあその観点からは実はあの伊田さんはですね、昨年の末にあの国連が主催するあの世界の気象キャスターをこういろいろ集めてあの天気予報の中でどうやってその気,気候変動の問題を伝えるかという。 そういう取り組みをあの皆で集まって伝えるそのワークショップがありました。まあそれにもあのご出席いただいてあのご活躍いただいたところであります。えまああのこういそういった気象キャスターとの交流もございますし、あとはその各国まあ欧米諸国のですね政府があ適応計画に基づいてなどのようにその気候変動の情報適応に関する情報をですね集めて提供するかこれについてはあの政府の 計画の中でもですねしっかりあの調べてまあ、我が国にもしっかり適用していくということが定められております。まあ、こういった観点からあの今年の春ですねスタッフと手分けをして、えー、ヒアリングに行ってまいりましたでわ、えー、私はまあフランスとアメリカに行ってまいりました。であののまずその いくつかご紹介したいと思いますけれども、あのイギリスですがあの、まあ、イギリスはですね、まあ、おそらく世界の中で最もその適用に関する取り組みがあの先進国の中で進んでいるであろうというふうに思います。えー、実はもう2000年からですね、UKCIP、UK クライ i m p a ンパク r プログラムという、まあ、あのプラットフォームに相当するものをすでに設置をしております。えー、でここではですね、えー、気候変動や影響の予測情報を提供したり、 アダプテーションウィザードと呼ばれる企業自治体による気候変動影響評価や適応策の策定を支援するツールを提供しているということでございまして、まあ、実はあの今回の,その情報プラットフォームの準備にあたってもこういったその取り組みもかなり参考にさせていただいておりますそれからあのフランスでございますけれどもフランスはあの環境省が設置をした国立温暖化影響観測所のですねウェブサイト においてですね情報プラットフォームのと同様の,その,そのウェブサイトを構築しております一つはですね DRIASDRIAS というあのこれ2012年に設置したものですけれども えー、ここでは、その IPCC のシナリオまああの我々も同様にあの RCP シナリオを使っておりますがこういったシナリオを使って、えー、気温、降水量、干ばつ山火事等の予測計算した結果を、えー、一覧できるようにしております。あのここではですねまあ、フランスはあのそのそ各県別ということではないんですがあのズーム機能を持ってまして、えー、12キロメッシュでの予測計算結果がありますのでそれぞれの地域の取り組みがまああの、えー 理解できるようになっております。また、あの2013年にはそのフランスの環境省が、えー、ウィクリマットというですね、これはの適用版のウィキペディアみたいなもんなんですが、その国内の適用の取り組みの知識や経験の共有を目的としたサイトを立ち上げております。ここではですね、自治体や企業の方々がそれぞれの適用に関する活動を自由に提出できると、そしてそれを紹介すると。 でえー、例えば、実施が,が,がされているそのそのエリア、地域ですとか、まあ、課題というのはその例えば農業、多様性教育といったまあ分野ですね。 さらにはその環境、例えば、集水域なのか森林なのか沿岸域なのかといったような3つのカテゴリーで分類してそれぞれ取り組みが一覧できるようになっているということでございます。最後にご紹介しますのはアメリカでございましてアメリカはですね、2013年にあのオバマ大統領がその緩和と適用とその国際協力3つの大統領令を出しまして全省庁が適用計画を作ると、まあ、あの程度の差はありますけれども一応作っていると。で 私が訪問したあの EPA あの環境庁はです、ねえー、その環境省庁を代表してあの地方公共団体の、まあ、支援を行うと。 いう役割を担っておりまして、み、ま、ず、あ、自らの適用計画を作りつつ、地方公共団体を支援するためのまあガイドラインですとか、こういったものをですね動画を使ってあの作成していたというのが印象的でありました、でアメリカが、まあ、ちょっと驚いたのは、ですねその3月に訪問したんですけども、あの今日あの改めてサイトを見てみたら、ものすごく発展をしていて、ですねあの情報量がもう10倍ぐらいになっていて、あの大変驚いたと。まあ、要はその今世界各国がですねあの 敵を進めるためにそのこういった情報を一元化してプラットフォーム化してですね提供しさらにその取り組みをまサポートするとこういう機能をです、ね、強化するということが世界各国のその共通の流れになっているということでございましてまあ、我々としてもあのこういった取り組みを進めていきたいと。でなおですね あのフランスの環境省の担当者とあの10日前に IPCC の会議でたまたま会ったんですけれどもであのこのサイトの,そのデモサイトを見せたら大変喜んでいただきましてでででまああの彼らの方がよっぽどあの進んでいるかと思ったんですがあのいや、そうじゃないとあの例えば地方公共団体の,その各県の計画をこうやって一覧にできるっていうのはわれわれには持ってないということでえその要するにあの統合化されてないとあのそういう意味ではあのあの まだもちろん不十分なものもありますけれどもあの今回の適日本の適応情報プラットフォームというのもあの優れてたところはあるということでしたので、まあ、おそらくです、ね、あの各国それぞれあのあのこういった取り組みを共有してそれぞれ足りない部分をです、ね、あの補っていくと。 そういうことを通じてあのまあ、パリ協定もそういったあの目的がありますが各国が学び合ってあのそれぞれあの自国の取り組みを進めていくということにそういう方向に向かっているのではないかというふうに考えています以上ですはいありがとうございますあの地域の取り組みあるいは企業の取り組みということでまあ、先ほどあの講演いただきました埼玉県の小林さんにコメントいただきたいんですけども。 あのまあこういったプラットフォームを作る際にやっぱりこれユーザーとしてまあどんな情報が必要かというようなこととかまたそのえっとまあ適用を進めるにあたってはやっぱりこう人材も必要になってくるかと思いますのでまあその辺についてコメントいただければと思いますよろしくお願いいたしますはい埼玉県の小林ですえー、っとまずですねあの必要な人材というところでちょっとあのお話ししたいんですけれども。 地方公共団体の場合の課題の、えー、適応策推進においてですね課題の一つとなっているのが、えーまあ、この人材というか、えー、定期的に人事異動があるんですね。で、えーまあ、全く関係のない、えー、事務職の者のがですね適応策の担当になったりですとか、まあ、あの他の、まあ、関係する部局についても全然適応策に携わったことのない方がまた新しく担当に見えたりすると。 また理解を、まあえー、丁寧に説明していかなければいけないというような状況があるんですね。であのまあ、地方自治体というのは地域の取り組みをまあ推進していく立場ということで、まあ、あの本県の実行計画にもです、ね、あの適応策推進のためにあの先ほどちょっとあのご説明しましたがあの県だけじゃなくて市町村や専門家の方々とか あのまあ国の方々とかいろいろ連携しながらやっていかなきゃいけないよっていうようなことを規定しているんですけれどもまそもそもあの自分のところのですね県庁内での,その理解の促進っていうところがまああのえ進めることが1つの課題として挙げられるような状況にあります。 でこうした中で、まあ、あのこのようなプラットフォームみたいな形にですね、えー、適応策に関するデータっていうのがまとめられていたりするとですね、あの各担当者においてもですね、こう実感できる、まあ、あの先ほど、井田さんの言葉を借りて言えば分かりやすく危機感が伝わるような形になるかなと思いますので、えー、非常にあの我,々我々というか、まあ、中心となる環境部としましてもですね、えー、上手に活用していきたいなというふうに思っております。 でそれであの必要な欲しい情報っていうのがこれがまたあのまあ,あののま見えてるものっていうのがまあ,あるんですけれどもまあ検討の段階で新たに発生するものというかこういう情報があったらいいなというものがまああるわけですね。でそうした時に先ほど申し上げたとおりその今まで適用に携わってなかったものだったりですとかそういう気候変動のデータに明るくないものが担当だったりすることがあるので、え。ー そういう意味でもですね、先ほどあの会員ページっていうのがあの、えー、あったかと思うんですけども、そういったまあ,あのいろいろコミュニケーションが取れるようなツールがまあ,あの設けられているようなので、そういったのもまああのここれから上手に活用していけたらなというふうに考えております。あ以上です。はい、どうもありがとうございました。あの埼玉県はあのえー、っと影響評価及び適用についてはあの先進県でありまして、まあ、我々もあの一緒に研究をしたり。 あるいはその適用について一緒に考えたりしているということで、ぜひ今後も進めていただきたいと思います。で続きまして、あの企業の代表ということで、NEC の堀口さんに、まあ、事業者の立場から、やっぱりこういったプラットフォームに関するこうニーズですとか、まあ、あの先ほどもあったように人材みたいな話について、コメントいただければと思います。あはいえっと、事業者の立場からの前に、えっと、今までのちょっとお話を聞いていて、えっと、例えばその農家の方とかですね。 えー、まあやっぱりこれからあの将来、えー、自分が作っている作物がこう取れなくなっていくとか、まあ、そういったあの、えっと、危機感はあるわけではないんですけれども今のままで進んでいても仕事を失ってしまうというような、まあ、そういう情報っていうのはやっぱり知っておくべきなのかなという気がします。で、えっと、やっぱりそういう方々にとって手がかりになるような、まあ、そういうあの、まあ、情報プラットフォームであるべきなのかなという気がしますので。 えっと、まずはあの適用プラットフォーム情報プラットフォームがあるということをあのやっぱ知ってもらうというのが一番まずは大事なのかなというふうにその存在を知ってもらうのが一番大事なのかなという気がします。 で先ほどあのサイトの方もちょっと見たんですけれども、まあ、学校の教育とかにもすごい使えそうな気はするんですけれどもあの高齢者の方とかも多分いると思いますので、えー、そうするとあの情報の伝え方としてえー、っとまあ、今日来られますけどもメディアの方とかですねえー、っと分かりやすい言葉でこう伝えられるような方々が まあ何らかの形でこうちょっとこうご紹介できるような、まあ、そういうものであってもいいのかなという気がしましたどうしてもあの専門家がやるとあのガチガチのものになってしまうので、えー、とそういう工夫というのも必要なのかなという気がしましたで、えー、と事業者の立場からしますと,、えー、と先ほどからお話がありますようなまあニーズですよねニーズとのまあマッチングというのがあのやはりえ期待する場ということになります でえっと、ニーズというとあの例えば各自治体様がどこまでできていて、まあ、何ができていないのかと、まあ、例えばその、えっと、同胞システム無線システムみたいなものはあるんだけれども、まあ、そこであの災害の警報を出すタイミングについての専門知識がないとか,なんか判断の根拠が欲しいとか,なんかそういうあの、えっと、できているところとまあできていないところとか。 まあ,あとはあのさっきもあの国交省さんのやつありましたけどえっとスマホでこう情報を与えるんだけれどもあのまあ連絡手段はあるし避難経路もあるんだけれどもまあそこの,あの道路の閉鎖状況とかえっとまあ危険の度合いがリアルタイムで分かるとかまあそういうところまでやっぱり住民ニーズがあるよみたいな話とかですねえっとまあそういうニーズのところを少しちょっとこう深く入ったようなところっていうのも必要になってくるのかなという気がします。 であとはあの、えっと、各地で今いろんなあの実証とかも農業もそうですし防災もそうですしやられてると思うんですけれども、えっと、その導入されたまあ事例とか実証の結果とかですね、えっと、まあ有効性が確認された内容についてはやっぱり共有するとかっていうのも必要かなという気がしていて、えっと、同じような実証をあちこちでこうやるというよりもあのもちろん必要なケースもあるかもしれませんけれども使えるものはやっぱりえっと他の。 その実証結果というのをこう共有できるような、まあ、そういう場というのもまあ必要になってくるのかなというふうに思いますまた事業者からしますと適用は例えば弊社でいくと ICT なので、えー、とインフラを作っているような事業者との連携というのはまあ不可欠になってくるわけなんですけれども、まあ、そういうあの適用に資するようなものをこうご提供されている企業の方々とのニーズみたいなやつも、えー、できればあの欲しいなという気がしていますでえっと まあ必要なな人材なんですけれどもあの、まあ、もちろんあの専門的な知識というのも必要ではあるんですけれども、まあ、冒頭申しました通りあり皆さんがやっぱりこのサイトを見に行くような、まあ、そういうあのものに作り上げていくということが必要だと思うので、まあ、情報の,その鮮度とか、まあ、活性化させるための工夫とか、まあ、サイトをある程度こう分野別に分けて、えっと、オーナー設けてやっていくとか、まあ、そういうあの。えっと まあ、関係する方々にです、ね、もう自らこう積極的に声をかけて、えー、とサイトを作り上げていくような、まあ、そういう方っていうのも多分必要になってくるのかなという気がします、はい、以上ですはいどうもありがとうございました非常に重要なぜひ存在を知ってもらうというのは大事だと思いますあの環境圏もです、ね、あのホームページを持っておりましてあの猛暑日が始まると熱中症のホームページのアクセスがボーンと増えるんですよね。 あとは PM2.5 が社会問題になった時もポーンと増えます。やっぱりこう知りたい情報を探しているわけですね。そういったニーズに対してこう臨機応変にこう対応できるような仕組みができると非常にこのプラットフォームも良くなるんじゃないかなと思うんですが、まあ、いずれにしろその存在を知ってもらわない限りにおいてはアクセスも何もないということでぜひ。 えー、今日ご出席の皆様あの、えー、同僚の方家族の方にこういうのがあるんだというのをぜひ、えー、言っていただければいいと思います、えーっとまあ、この第2ラウンドのまとめとしてあの井田さんにまたいろいろお聞きしたいと思うんですけども、まあ、天気予報という非常にやっぱりリアルタイムで情報を伝えてそれでやっぱり人々の 安全をを確保したたりりととか行動をさせたりするっていうことで以前は天気予報は天気予報だけだったんですけどもある段階から明日は暑くなりますので、えーまあ、帽子をかぶってとかなるべくその外出しないようにという行動に対するサジェスチョンを与えるようになってきてでまさに昨日今日の台風でも外出を控えて。 という話で、まあ、今日は外出せざるを得なかったということではあるんですけどもそういう形で日々の生活にですね天気予報っていうのが非常に大きな役割を果たして私なんか多分毎日ほとんど天気予報を見て、えー、研究所に来るみたいな、まあ、そういうような形で、まあ、なくてはならない情報になってきてるんではないかと思います、まあ、適用の情報プラットフォームをですねなくてはならないそういう情報プラットフォームにしていく必要があるんではないかと思うわけですけどもでえっ、ー、と井田さんに まああのまあ、この、えっと、総合討論のまとめをお願いすると申し訳ないんですけども、はい、いかに情報を集めて伝えて人々を行動を、まあですかね、誘導というと申し訳ないんですけども、うん、行動に移すというところが、まあ、ポイントかと思ってますがその辺でご意見いいただければと思います、はい、あのおっしゃられた通りそういう台風ですとかその、まあ、猛暑とか PM2.5 とか皆さんその自分の体に 危機迫るものっていうものにはもちろん関心が高いので、そういう意味ではその天気予報っていうのはすごく関心が高くて、私たちがお伝えしたことに対しては比較的こう行動をとってくれるっていうものだと思います。ただ今日テーマにしているようなその地球温暖化のことですとか、その適応策とかプラットフォームとか、あのそういう言葉が出た時点でプラットフォーム適応策それって何なんだっていうもう一般の人にはその言葉が出た時点で、もうなんか興味ないよってそれ以上知りたくないよっていうふになると思う。 だからその辺の伝え方をちょっと表現力っていうものに対して考えていかなきゃいけないなと思うんですけれどもあのそのプラットフォームにしても,もう情報が得られるツールとしてはすごく見てみるといいものなんだけれどもその一般の人は実際に知ってこれから知っていくのかというとなかなか知らないし広がっていかないと思います。 でそういう中ではメディアの力っていうのがすごく重要かなと思うんですけれどもえただそのメディアがこの,ものこのものを伝えるかどうかというとなかなかそのテレビでこのものを取り上げていくということにはその温暖化に興味がない人にとってはそんなにあまりあのテレビの視聴者の人にとってすごくいい。 ものかというとそうではないのでなかなかそのもの自体を取り上げていくっていうのは難しいと思うんですね。あのそのだか健康とかやっぱり食べ物とかそれから感染だとかそういう身近な影響のあるものっていうのをあのきちんと伝えていってそれによってそのいろんなツールがあるよということに導いていくことがメディアでは大切だなと思います。であの温暖化の あの報道のピークっていうのは2008年にあってその時はあの南のツバルがあの沈んでいくですとかあの北極の氷が溶けることで北極熊グマが危機に迫っているとかそういうことがすごく頻繁に伝えられて2008年にピークがあったんですけれどもそれも次第に忘れられて、まあ、その進んでいかないというか同じことをあの繰り返し伝えていくっていう話題もどんどんやっぱり視聴者の人に飽きられてしまうともう伝えなくなっていくんですね。 であの実際その、まあ、バルのこととかホッキョクグマのこともその若い世代の人は結構知らなかったりっていう人もいたりしてあのずっと伝えられなくなってただそういう定番の話題っていうのを伝える一方でやっぱりその新しいことでこの変化のあるものっていうのはテレビで伝えていかなければならなくて、まあ、最近でいうとそのツンドラ地帯で猛暑で。 なんかあの氷の中に70年以上埋められていた炭素菌がその温暖化の影響で溶けて出てきてトナカイが大量に死んだっていうニュースがあったんですけれどもやっぱりそういうことってあれちょっとおかしくなっているのかなっていう新しい話題が出てくると視聴者の人はこうあのピクッと反応してくれるっていうところがあってまあそういう定番と言われる温暖化の問題のことともう一つはちょっと新しく動いていること。 っていうのをメディアではこうバランスよく伝えていく中で、そういうプラットフォームだとか新しいツールっていうものも、まあ、きちんとメディアでは紹介していかなければいけないのかなというふうにあの今日聞いていて感じました。はい、どうもありがとうございますあのまあプラットフォームの位置付けとまあ今後の育て方についてご意見いただきました。どうもありがとうございました。ということでほぼ時間通りに来てまして、ここでですねちょ会場の皆様の 質問コメントを何件かお受けしたいと思いますぜひこれは言っておきたいこれは聞きたいということはございますかもしえっとあれば挙手いただければと思うんですがどうでしょうか、えっと、あじゃあどうぞ今ワイクが参りますのあのえっとですね ちょっと適用の話とはずれてしまうんですけれど、えー、世界の100年の気温上昇のトレンドが、えー、0.67度それに対して日本の気温上昇のトレンドは100年で1.16度というふうにあったんですけど、えー、っとに日本がなんで世界平均より高いのかというのが知りたいんですね。であのと言いますのは あの適応の話に絡みますと私の友人たちと女化の話をするときにあの結構高学歴で物知りの方でもいや女化それは嘘だよあのメディアやそれに関連した業界がそういう話を流しててそれでも金儲けしようとしてるんだよみたいなことを言う人がいてそういう時にあの違うんだよそうじゃないんだよっていうことが言いたくて例えば俺はこんなこと知ってるよと。 日本って温暖化しやすくて実際100年で温度上がった他の国の平均より温度は上がってるんだそれはこういう理由から証明できてるんだよっていうところまでバシッと言って論破したいんですねそういう気持ちもあってなんかそのメカニズムが分かってたら教えてほしいですはいありがとうございます、まあ、科学的な知見ということでえー、っと簡単に申しますとあの、まあ、いつも地球 全体の平均気温を問題にして何度上がるっていうのを言ってはいるんですけども赤道の地域よりも北極とか南極の方が気温が上が上りやすすいんですよねで。特に日本は 2,000km の南北に長いですからあの九州と北海道でも温度の上がり方は違うと,ということで日本の上がり方と世界の上がり方 というので、まあ、そういうところで差が出てくるということでちょっとあの、えっと、このシンポジウム始まる前にあのビデオが放映されたと思うんですけどもそのビデオでだんだんその将来地球が赤くなっていくあのものがあったと思うんですけども北極の方が赤くなってきましたよね。ということはやっぱり北極の方が赤道域よりも、えーまあ、温度上昇が高いというこれが、まあ、地球が丸い、まあ、そういうその気候あるいは ということで、えー、まあ、なってます。で、より詳しくはですね、あの環境省のホームページで、ここが知りたい温暖化っていうのがあるので、ぜひアクセスしていただければと思います。まあ、簡単に言うとそういうことになります。よろしいですか。はい、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。よろしいですか。はい、じゃあ、ないということで、えー、最後にですね、あのー。 えーまあ、今日まあ井田さんをはじめとしてパネラーの方々にいろいろご意見をいただいたということで、あのまあ、適応策、今後どうしていくか、そのために必要な情報でプラットフォームを作ってということで、まあ、そのキックオフ、立ち上げの会合です、まだ生まれたばっかりですので、これから育てていかなきゃいけない、半年後、1年後、どういう形になってるか、えー、まあ我々も頑張りますけれども、ぜひ皆さんもですねいろいろなご意見をいただいて、 あれをこうした方がいいんじゃないかこれはどうなってるかそういうことがもしございましたらですね、ホームページの方からアクセスできるようになっていると思いますのでぜひよろしくお願いします。ということで最後のまとめのセッションということではあるんですけどもなかなかちょっと私自身がまとめるわけにはいかないということでパネラーの方にですね、1人1分で最後に言いたいこと 等がございましたらよろしくお願いしたいと思います。ではあの最初に埼玉県の小林さんにお願いしたいと思います。はい。えー 今日このような場にお招きいただきまして、えー、と非常に多くの方々が適用策にです、ね、興味を持っていることが分かり、本県としましても、その同じ仲間というか、まあ、一員としましてです、ね、まあ、本県に与えられた役割、えー、まあ地域のです、ね、安心安全につながる取り組みだと思いますので、しっかりこのプラットフォームを活用しながら対応していきたいなと思いました。本日はどううもありがとうございます。 はい、どうもありがとうございます。じゃ、続きまして、農水省の足立さん、よろしくお願いいたします。えー、あの、本日、あの。台風の中、あの、たくさんの方、お越しいただきまして、ありがとうございました。あの、今後とも農水省としてね、ですね、できることありましたらですね。ええー、頑張っていきたいと思ってます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では、あの、国交省、中込さん、お願いいたします。 えっと、繰り返しになるんですけれどもあのやはりこんなに災害が起きているような状況ですので、えっと、これにどういうふうに対応していくのかといういまいまやらなくちゃいけないこととそれとあともう一つはもう少し長期的なスパンでもってあの物事を考えていくというのを、えっと、国交省はですねあのやってることはすべてあの気候変動適応策になってるということを言ってて確かにそうです いうつもりでもやっぱりこういうようなシンポジウムとか出させていただくとあの今やることっていうのとそれからあと将来的な予測に基づいて何ができるのかっていうことを考えるっていうのをちょっと切り分けてあの議論をしていくっていうこともあの必要じゃないかなっていうことを痛感しました本当にあの今日も台風来てますんであの私の同僚とかはあの霞が関に詰めてですねがんガんンガンやってるような状況ではあるんですけれども <laughs>、えっと、やっぱりそっちの方に力いっちゃうんですね。 いくんですけれども、でもやはり長期的なスパンで持ってみたときには海面上昇やっぱ10センチ単位で持って上がってきたら構造物結構変わってきますんで、それに対してどう,いう,ふうに考えていくのかっていうのは今から考えておかなくちゃいけないということをまあ今回のシンポジウムでもえー、っと通感したかなというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございます。えー、それでは NEC の堀之内さんお願いいたします。はい、えー、っとまあうちの社内でもですね。 えっと、適用どころかあの気候変動とか IPCC とか言ってもほとんど知ってる人がいまあ、未だにいないというのが、えー、実態ですので、えっとまあ、こういうプラットフォームの場を、えっと、通じてです、ねえっとまあ、社内の人間もそうですが。 あのいろんな方々にこの適用というのを知っていただければ、まあ、推進する立場のものとしてはです、ね、非常に、えー、嬉しいかなという気がします。えっと、ぜひ、えっと、企業側の方にもです、ね、いろんな形でニーズが上がってくるような、えーまあ、そういうプラットフォームになっていくといいなというふうに期待しておりますので、まあ、今後ともよろしくお願いいたします。はははいいいいあありりががととううごござざまますそれでは田さんたし えっと、私の役目は、やはり一般の人たちと地球温暖化に対して研究している専門家の皆さんの間をつなぐという役割だと思っています。あの、裏付けられた事実とか研究というものは素晴らしいものがたくさんありますが、やはりあの専門的であり、難しくて、なかなかそれを伝える術がないというところで、まあ、私が入って、それを噛み砕いて伝えるということが一番の役割だと思っています。あの、オランダの機関が行った、あの。 市民アンケートでこれは皆さんのように地球温暖化についてすごく興味があったりするというよりは本当に一般の皆さんに行ったアンケートで気候変動の対策についてはどういうものと思うかっていうアンケートの中で世界全体では多くの場合はその生活の質を高めるものであるっていう人が7割答えてるんですけども日本の場合はその気候変動の対策について多くの場合生活の質を脅かすものである。 6割答えてるんですねそれだけあの世界の人は割とその、まあ、楽しんでではないですけれども気候変動の考え方っていうことが違って日本の場合は、まあ、気候変動というとその災害が増えたりとかやっぱり自分が不幸になったり苦痛であるものにはもう背を向けたいっていう思いがあると思うんですけれどもやっぱりそれに備えていかなければならないし災害に備えていくことそういう取り組みが前向きで楽しいことであるっていう生活の質を上げるものであるっていう、まあ、考え方からちょっと変え やっていかなければいけない時代にあるのかなと思いますので。そういうところも、まあメディアにいる私としての役割なのかなというふうに感じております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えっと、それでは、あの、環境圏の肘岡さん、お願いいたします。 本日は、この多くの方にお越しいただき、本当にありがとうございました。また、このプラットフォームですね、このように興味を持っていただき、非常にこの感動しているところです。まあ、今日です、す昨日ですね、まあ、無事にオープンできましたし、このように、まあ、シンポジウムも開催できましたので、これからじゃ、ね、なお加速してですね、この情報の、まあ、えー、と、集約とですね、まあ、充実をに励んでいきたいと思いますけれども、やはりその適用というのはですね、いろんな分野にわたりますし、その対象もですね、まあ、国から、自治体から、企業から、個人がいろいろなりますので、なかなかその。 適応をどうすればいいのかという会がです、ね、難しいと思うんですけれども、まあ、それに少しでもです、ね、一助となるようなです、ねまあ、情報プラットフォームになるようです、ね、努力していきたいと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いい、します。はい、では続きまして、竹本室長、私の方からもあの台風が近づいている中、ですね、これだけ多くの方々にご出席いただきまして、どうもありがとうございました、またあのパレニストの方々も大変お忙しい中、あ,のありがとうございます。 あのパリ協定があ昨年、採択されまして、えー、これは気候変動対政策あの、温暖化対策と合わせて適用についても、まあ、実施の元年だということでありまして、そういう中でこの適用を進めるための、まあ、非常に重要なツールであるです、ね、あの情報プラットフォームを、えー、昨日、ようやく立ち上げることができて、えー、本当に良かったと思っております。 ただあの、課題は山積みでございまして、もう本当にさまざまなニーズあの、ご要望があるということも同時に、えー、理解いたしましたので、えー、また、非常川さんをはじめ、国関係の方々を大変、いろいろと注文これからしてです、ね、しっかりとあの対応していきたいというふうに思っておりますし、えー、また、本日お越しいただいている農林水産省、国土交通省の方々とも、まあ、他の省庁も含めてです、ね、しっかり連携をしていくと。連携をしながら まだまだ不足している科学的あるいはその取り組みに関する情報をしっかりと集めて提供,し提供するだけではなくてです、ね、ご理解をしていただくために、まあ、あの普及啓発人材育成を進めていく必要があるかなというふうに思いましたであの今日の中でもあのコメントございましたけれどもプロットフォームの存在自体を知っていただく必要があるということですとか あの、その定番の情報だけじゃなくて、新しい情報。まあ、こういったものもですね。あの臨機応変にちゃんとご紹介できるような、そういうそのプラットフォームを目指していきたいと思っております。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。えっと、まあ、これで終わるわけですけども、もちょっと私も一言だけ。あの、二十年前にですね。あの、私は当時、あの温暖化の影響をやってまして、イギリスの有名なあのマーチンパリ教授っていうのがいたんですけども、当時、その影響はだ。 まあ深刻になる適応策が重要だっていうのを言ったんですよねそしたら当時の影響の研究者はそんなに影響が深刻になるわけがないんで適応策なんか取る必要ない非常に楽観的な影響研究者が多かったんですよね。でその後2003年にににヨーロッパに非常に大きな熱波が襲いまして 当初は3万5千人の方が亡くなったっていう報告が出たんですけどもその後何年かして7万人の方が亡くなったこれは大変だっていうんでヨーロッパで適応策はぜひやんなければっていう話になったっていうことがありますで今考えますと当時の温暖化の影響の研究っていうのは世界の平均気温があのだんだん上がってくる非常に緩やかに上がってくるような状況を対,応、えー、対象にした研究だったんですけどもそうこうしているうちに 平均的な気温の上昇に加えて極端な現象が起き始めているということですねですから影響の出方がですねだんだん変わってきているということで、まあ、その辺はあの研究者の方がどんどん研究しておりますし気候の予測もさらにそのやってきているわけなんですけども。 どうもわけのわからないことが起きてたり、まあ、今回は3つの台風が日本近海で起きてそのうちのいくつか上陸というようなことでまた来年はもしかするとないかもしれないんでそうこうしているうちにまた忘れてしまうかもしれないんですけどやっぱり5年10年20年30年と長いスパンで見ればやはり温暖化は確実に進行しているではないかと思います、まあ、そういう意味で、えっと、冒頭の講演で角入り委員長が話がありましたけど適応を契機にして社会を変える。 これははやっぱり非常に重要ななメッセージでいいかと思いますまさにその今日は適用情報プラットフォームについてのシンポジウムでありますけどもこういった情報を中心にやはり皆様と協力してですね社会を変えていくようなことをしないと温暖化、 の影響はちょっと避けられないではないかということになります。ということで最後、ちょっとあの私の個人的な意見になってしまいましたけども、まあ、本当に今日はもう台風が接近また上陸という中で、えこんだけ多くの方々に集まっていただいたということで大変感謝しております。で。えー 今日もパネリストの方々にも、ちょっと我々いつも考えてはいるんですけども、いろんなご意見いただいたということで、これを参考にしてプラットフォーム作りにやっていきたいと思います。今日はあのどうもパネラーの方々どうもありがとうございました。大きな拍手でお願いしたいと思います。